新シリーズのソンターラン・ソンターランは、ロバート・ホームズにより制作された、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フート・スピン・オフ・ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズに登場する種族。霊国かつ死への恐怖を持たない戦士の種族として、描写されている。強固な肉体を持つものの、ソンターランの首の後ろには、栄養分を摂取するための穴が存在し、クローン製造プロセスの一端も担っている。 ここが彼らの弱点であり、彼らが敵に背を向けない理由にもなっている。例を挙げると、ナイフやドライバー及び、矢でここを突かれて死亡しているほか、スカッシュのボールや靴のヒールといった単純な物体でも一時的に行動不能に追い込まれている。また、コロンさんに対しても脆弱である。ソンターランは、戦闘時にヘルメットを着用し、 肌を見せる際は、ソンターランの名誉を示す時だけである。ソンターランはずんぐりとした体格で緑がかった茶色の肌をしたヒューマノイドの種族であり、ドーム状の頭部を持つ。手の指は大抵三本であるが、五本のものもいる。母性の重力が強いため、彼らの筋肉は、てこではなく圧力壁のように採用する。侵略前夜で、ロス・ジェンキンスは、 ソンターランを喋るジャガイモに似ていると表現している。ソンターランの母性であるソンターは銀河の過剰腕に存在し、ソンターランのコンパクトでズングリむっくりな肉体を説明できる非常に強い重力場を持つ。彼らは人間よりもはるかに強く、新シリーズでは平均的な成人男性よりも小さく描写されている。ソンターランは極めて軍国主義的文化を持ち、 訓練と名誉を最高の美徳としている。厳格な社会のすべての側面が戦争と結びついており、すべての経験が武術の観点に基づいている。ザ・ソンタランエクスペリメントでは4代目ドクターが、ソンタランは何事も軍事的な理由で行うと述べており、事実、戦いの中で英雄的に死ぬことが彼らの究極の目的である。儀式的な掛け声であるソンター派。 を除いて、彼らが娯楽に興じる描写はほとんどないが、死に覆われた星では、ユニットとの交戦中にスポーツという単語を発している。ソンターランを考案したロバート・ホームズによると、彼らは非常に発達した芸術文化を持つ者の戦争の間はそれを封印しているというが、ホームズの不完全な草案をもとにした、ザ・タイム・ウォーリアーの小説版では、 リンクスが宇宙船の飛行中に国家を聞いている。ソンターランは非常に独善的であり、名誉の意識が強い。数多くの侵略事件においてドクターは彼らの自尊心についての知識を利用して彼らを操作しているが、にもかかわらず、侵略前夜においてドクターは彼らを銀河最強の戦士と評価している。死に覆われた星においてソンターラン帝国は ルータンと5万年に及ぶ戦争を繰り広げており、2008年前後では劣勢であることが明かされた。戦争はそれから少なくとも2万年後であるザ・ソンタラン、エクスペリメントでも継続していた。多くのソンタランの名前はショートトンの音で始まっており、例を挙げると、スタイル、ストール、スタイク、スタール、スコール、スターク、ストラックスがいる。例外には、リンクス、バール、 ジャスク、カーがいる。劇中で研究されたソンターランの集団には、ソンタラン G3 ミリタリーアセスメントサーベイ及び、グランドストラテジックカウンシル、ザナインスソンタランバトルグループ、フィフスアーミー・スペース・フリート・オブ・ザ・ソンタラン、アーミー・スペース・コープス、第10ソンターラン艦隊がある。ソンターランの性別は一つだけであり、優性生殖よりもクローンによって繁殖するため、 外見は皆告示している。ザ・ソン・タラン・エクスペリメントと侵略前夜に登場した人間の登場人物はいずれもその類似性を指摘している。しかし身長や肌の色調、顔の特徴、声色とアクセント、体毛、歯の感覚、指の本数はエピソードごとあるいはエピソード内でも異なっている。侵略前夜でルークラティガンが彼らに互いの見分け方を尋ねた際には、 スタール将軍が人間も同じだと返答している。ザ・タイム・ウォーリアーでリンクスは、ソンターラン軍学校では、各召集パレードで100万の候補生が付加すると述べており、ドクターもまたザ・インベージョン・オブ・タイムでソンターランが4分ごとに100万の杯を大規模クローニングし、10分で成人になるとコメントしている。ソンターランは成人するとすぐに、 ソンターラン最高司令部の指揮下で階級を与えられ、戦闘任務へ派遣される。オーディオ・ザ・キング・オブ・ソンターでは、クローニングの結果一体のソンターランが生まれ、実質的に一人で100万人のソンターラン兵を兼ねている。この個体は、通常のソンターランよりも背が高く、また首の後ろに穴を持たない。劇中のソンターランは、男性として扱われているが、 真に男性であるかは疑問である。スタール将軍は言葉は女の武器と発言し、マーサのクローンに関して女にしては上出来だと褒めている。ストラックスは女性用のドレスを着用することにまんざらでもない様子であったが、結局は男性用の服に落ち着いている。ザ・タイム・ウォーリアーではリンクスがサラ・ジェーンを調べた際に人間の生殖システムを非効率的と評価している。 複数の性別が存在することは彼らにとって異質であるらしく、ストラックスはクララ・オズワルドなど若い女性を少年と呼び、リバーソングが女性であることを知らなかった。侵略前夜にて、ソンターランは緑色の液体で人間のクローンを製造しており、エネミー・オブ・ザ・ベインでソンターランが同様の方法で生み出されていることが確認されている。人間のクローンにおいても首の後ろに、 管が取り付けられている。新シリーズの第10ソンターラン艦隊は司令船と大量の戦闘用カプセルからなり核ミサイルにも耐えられる。クラシックシリーズと新シリーズのいずれにおいてもソンターランは休憩ないし半休憩のカプセルを使用している。各カプセルはレーダーの探知をかいくぐるほどに小型であり、ソンターラン一人で操縦する。侵略前夜では 小型カプセルが収納される母船が登場し、10代目ドクターは一隻で地球を完全に消すことができると判断している。ソンタランが使用する武器は様々であり、最も一般的なものは3本の指で使用できるよう2つの持ち手と発射装置を備えた杖である。この武器は一時的に人間を無力化する光線やシステムの復旧に用いられるエネルギーパルスを放出する効果を持つ。 ザ・タイム・ウォーリアーで初登場した際、リンクス司令官は武器の無力化や催眠、木材の切断、殺傷に用いている。ザ・ソン・タラン・エクスペリメントでは、ソン・タランは小型の光線銃を用いており、効果は対象の殺害だけであった。インベージョン・オブ・タイムでは、ストール司令官が再び杖状の武器を使用しているが、小型のレーザー銃を使用して、 タービスに攻撃したソンターランも登場している。ザ・ツー・ドクターズでは、メソンガンと呼ばれる武器が登場した。これは中央に赤色の燃料タンクを備えた大きな銀色の銃で、第3話でグループマーシャル・スタイクとバールが使用した。これは火炎放射器のような用途も兼ねていた。侵略前夜では、スタール将軍がオレンジ色のビームを杖から放って、 ユニットの隊員を無力化している。死に覆われた星では、スタール将軍とその部隊が赤色の光線を放つ大きなレーザー銃でユニットと交戦している。ザインベージョン・オブ・タイムでは、ソンターランの鎧は、K9 の銃などに耐性があることが示されていた。死に覆われた星での鎧は、ユニットの装備した銃に脆弱であったが、コルドレイン信号により、 弾丸表面の銅を自家して無力化している。あとに、ユニットは、鋼鉄でコーティングされた銃弾に切り替えて攻略した。ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのザラスとソンタランではさらに、ソンタランの技術が進歩したことが垣間見える。カー司令官は、特殊部隊に所属していたため通常と異なる鎧を守っており、第10ソンタラン艦隊の生き残りとなっていた。彼の鎧には、 手袋が付属していないため手が露出しており、左腕には鎧と船の制御盤が装着されている。ヘルメットは格納可能で、鎧と船には不可視化効果が備わっている。第10ソンターラン艦隊は大型のレーザー銃で武装していたが、カーは小型のレーザー銃を所持した。サラが指摘した通り通常のソンターランは人間に催眠をかけて操るが、カーは 人間の首の後ろに神経制御機器を取り付けて制御盤で操作していた。ドクターの時ではトレンザロアへ侵入したソンターランの二人組が透明化フィールドを使用していたが11代目ドクターに見破られた。1973年、1985年、2008年に登場したサイの姿ソンターランは1973年の ザ・タイム・ウォーリアーで、ロバート・ホームズに演じられて初登場を果たした。劇中で中世に不時着したリンクスという名の、ソンターランは、未来から科学者を引きずり出して、宇宙船の修理に当たらせた。1975年のザ・ソンタランエクスペリメントでは、スタイルという名の別のソンターランが遠い未来の地球で、宇宙飛行士を捕獲して、人体実験を行った。三度目に登場した、 ザインベージョン・オブ・タイムでは、ガリ・フレイへの進行を成功させたが数日で、排除された。クラシックシリーズでは最後にザ・ツー・ドクターズで登場した。また、ソンターランは、BBC の子供向け番組ジム・エル・エル・フィックス、イットの寸劇、a f i x w i t h s o n t a r a n で6代目、ドクター役コリン・ベーカーや、ティーガン・ジョバンカ役ジャネット・フィールディングと共演した。ソンタランは、 ルータンと数千年に及ぶ戦争を続けていると言及されており、ルータンは1977年にホラー・オブ・ファング・ロックで登場した。デザインを改良してソンターランは、新シリーズのシリーズ4、侵略前夜と死に覆われた星で再登場した。ソンターランは、地球にクローンフィールドをはるべくテラフォーミングを開始したが、10代目ドクターに阻止された。また、童話で、 新シリーズのバックストーリーたるタイムォーからソンターランが除外されていたことが明らかにされた。運命の左折では同じ侵略事件が平行世界で起こり、トーチウッドに阻止されたもののジャック・ハークネスを捕獲している。盗まれた地球ではソンターランに技術をもとにユニットが瞬間移動技術を開発したことが明かされた。死に覆われた星の出来事での唯一の生存者であった。 カーン司令官は、スピンオフシリーズザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのエピソードザラスト・ソンタランに登場した。ドクター・フーの2010年新春スペシャル、時の終わりパート2では、ソンタランの狙撃手が、わずかに登場して、ミッキー・スミスと、妻、マーサ・ジョーンズを狙っていたが、暗殺直前に10代目ドクターに倒された。11代目ドクターのシーズンでは、シリーズ後のフィナーレ。 パンドリカが開くに、ソンターランが敵同盟の一部として登場した。シリーズ6、ドクターの戦争では、ソンターランの個体である、ストラックスが初登場し、食材のため看護師の職を担っていた。彼は、サイルリアンの戦士マダム・バストラや彼女の妻、ジェニー・フリントと共に、ドクター側について、デーモンズ・ランの戦いに参戦した。ストラックスは2012年クリスマススペシャル、 スノーメンではストラやジェニーと共に再登場を果たした。あと、2013年のシンクの恐怖、ドクターの名前に登場し、2014年の深呼吸で再生直後の12代目ドクターと対面した。2013年クリスマススペシャル、ドクターの時にはトレンザロアの侵略者に、ソンターランがいる。12代目ドクターのシーズンである2015年、カラスに立ち向かえには、 難民として、ソンターランが登場している。ありがとうございます。